ソプラノアルトテノールバスバスは、聖域としては最も低い音域の西部を指す。合走や火星法では最低西部の進行は、和音進行の基礎を形作り、主旋律を火星的に支える基礎となる。また、低い音域を持つ歌手あるいは楽器を指す。音色は、信頼感のある重厚な発声が特徴。低い聖域を持つ男性歌手。 および合唱においての最も低いセ部ブをバスという。典型的なバスは概ね D2 回4くらいの範囲の声を持つ。4世耐火性や合唱のバスセ部ブは回 2D4 くらいの音域である。日本の合唱曲ではほとんど見られないが、ロシアの合唱曲を中心に C2 やそれより下の音が求められることがある。混成4部合唱ではソプラノと合わせて外声。 アルトと合わせて、訂正と呼ばれる。寄付はごく一部を除いて、通常はバス記号が用いられる。クラシック音楽、特にオペラではしばしばバスを何種類かに区別する。バスソプロフォンドは特に深い声を持つ歌手で、B1 くらいまでの低音を持つことがある。ロシアの合唱音楽などで求められる、G1 あたりのさらに低いお域を歌う歌手は、オクタビストと呼ばれる。それと対照的に、 バッソ簡単手は、より軽くもっと序長的な性質で、やや高い性域を持つ歌手を言う。バスブッソフホは、喜劇的な役割を得意とするバスに対して用いる。バスよりやや高い声を持つ男性歌手は、バリトンという。性域と性質がバスとバリトンのおよそ中間にある歌手を、バスバリトンと呼ぶこともある。あ行、か行、作行他行、な行、派行、ま行、や行、ら行は、行。 フレデリック・フースラー、イボン・ヌ・ロット・マーリン、歌うこと発生期間の肉体的特質、砂賀義雄、大熊・文子役音楽の友者、2000年、111ページ、ISBN4 から276142520。ありがとうございます。